サンダウンは1989年のアメリカ合衆国のホラーコメディ映画。監督はアンソニー・ヒコックス。出演はデビッド・キャラダインとブルース・キャンベルなど。人間の血を吸うことをやめて人間と共存しようとする吸血鬼たちと彼らに対抗する悪の吸血鬼軍団の戦いを様々な吸血鬼ネタを散りばめ西部劇場で描いている。公開時は日の目を見なかったが、 ビデオなどを通じてカルト的人気を得ている。1989年5月に開催された第42回カンヌ国際映画祭で初公開され、本国米国では1990年1月13日にパームスプリングス国際映画祭で上映されたが、一般劇場公開はされず、1991年10月23日にビデオ発売された。また、 米国では DVD がライオンズゲートから発売されている。日本では1991年11月30日から劇場公開され、1992年6月3日にサンダウン、僕たち、二度と血はすいませんのタイトルでビデオが発売された。荒野に囲まれた西部の町パーガトリーでは住民全員がサングラスをかけ、日傘を差して暮らしている。 実はこの町の住民は、階級血鬼だった。だが、町の支配者、マルデュラック伯爵は、人間の血を吸うことをやめて、人間との共存を目指しており、吸血行為を禁じていた。ある日、この町にデビットという人間の一家が引っ越してきた。実は彼は、人工血液の研究者で、マルデュラックの依頼でこの町で、人工血液を大量生産しようとしていた。だが、 マルデュラックの方針にあくまで反対するジェファーソン一派は吸血鬼を倒すことのできる弾丸を開発し判断の機会を伺っていた。ある日、街にロバートという男がやってきた。彼は吸血鬼ハンターとして知られるバンヘルシングの孫だった。だが彼は自分に一目惚れした女吸血鬼サンディに血を吸われ吸血鬼にされてしまう。そしてついに ジェファーソン一派の反乱は実行に移され、マルディラック一派との間で激しい銃撃戦が始まる。ベイティビーガイドは5点満点中3点をつけ、非常にスタイリッシュなハイブリッド作品で、最終的にはその巧妙さの重みで崩壊してしまっているが、1時間ほどの間は楽しませてくれる。としている。一方、エンターテインメントウィークリーは C マイナスをつけ、つまらない。 ホラーコメディとしている。ありがとうございます。